皆さんこのお花ご存知でしょうか。これはケイトウですね。厳密に言うとセッカケイトウっていう種類になりますけど、ケイトウってあの赤いお花がねポピュラーですけどね、それで本当にニワトリのトサカのようなお花なのでケイトウってあの漢字でも書きますね。青いケイトウは青い染料を吸わせて青く色を出していると。またこのケイトウのねあのお花の光沢っていうのかなと相まって、なんか青く輝いているようなね宝石のような感じもしますよね。今日はこのケイトウをいけばなにしてみたいと思います。このチャンネルではプロの華道家ならではのいけばなの楽しみ方やテクニックなどをご紹介してますので、チャンネル登録がまだの方はぜひお願いいたします。器は今日は黄緑色っぽいね、ちょっと綺麗な色の、器。これは寮部だね。アメリカ寮部って書いてあったな。どうしようかな。なんかまあこれ強調したいからね、あんまり大きくなくてもいいかなっていう。例えばここをね目立つけど、あくまでもお花を主役にしたいので、これだけ落としちゃうと。まず1本枝立たせてみました。2本目ね。空間作るとお花をしっかり入れれるね。結構寝かせてるの分かると思います。これ今横から見てますけど、正面からだとはいこんな感じですね。今でまずはこの青い系統を入れていきましょう。若干キラキラ感があるでしょう。ちょっとこうツヤがあるよね。絨毯みたいな感じだよね。そういうな感じが、ツヤが出るというかキラキラ感が出るよね。ちょっとインパクト重視でこう2つでセットで1つのお花みたいなね使い方をしてみようかなと。これ倒れちゃうね。これ剣山小さくてもう倒れちゃう時ね、倒れるのと反対側にねこう重しでもう1つの剣山を置いたりします。そうするとひっくり返らないと。今前に倒れそうだったのでここに置いたと。これはちょっと面白い付き方してるのでなかなかいいですね。こんなもんでいいでしょう。これにまあ何合わせるかということですね。後ろに枝添えようかな。後方に枝を添えましょう。今一応こんな感じ。でちょっと爽やかな小菊添えてみましょう。ちょっと正面から分かりづらいけどスプレー菊を2つ入れましたと。なかなかいいですね。青を引き立てたいなっていうのがちょっと気持ちにありますね。このお花を選んだのはあんまり強い色を選ぶとカラフルになってしまうというか、青を生かすためにあんまりこう色味がないものにしてみたということですね。で最後ね、いつもやってますけどねじめを入れましょう。このお花を取ってねじめにしようかな。前から見るとこういうね葉っぱが密集しているところ、これが足元に来るっていうことですね。剣山小さいと倒れちゃうんだけど、隠しやすいって意味ではいいこともあると、ね、こんな感じでいいんじゃないですかね。いいね。まあこういう何つうのかな、染めっていうんだけど、お花自体はね色を吸わせてる、天然の色じゃない、まあ自分の色じゃないというかものを吸わせてるってのもありますけどね。染めの、まあ、系統とか染めのバラとかカーネーションとかそういうの言ったりしますね。
青い宝石ってなんだっけ、サファイアかみたいな色ですよね多分ね。適当かキラキラしてる感じしますね。青ってやっぱりあと空の色とか海の色とか、なんか夏をやっぱ連想することもありますよね。なんで夏にもいいかなと思い、ちょっと今日はやってみました。はい、ぜひ皆さんもやってみていただければと思います。ありがとうございました。